皆さんこんにちは。ついに始まりました。青木と美観地区の時間がやってまいりました。ですね、これ皆さんちょっとどうですか。これどこだと思いますか。インディゴの色の傘に囲まれてるんですけど、これがね、今ちょうど倉敷空の民芸広場にいるんですけど、そこで、先週の土曜日からかな、始まった春よりあかりという、イベントの会場に来ております。ただですね、お昼はまだライトアップが始まってないんですが、夜になったらめちゃくちゃライトアップがインディゴの光だと思う。倉敷空がインディゴ明かりなんだよね。そう、それがめちゃくちゃ綺麗。そう、すいません。それでね、ちょうどこの倉敷空の会場でも、藍色がテーマ、いいじゃないですか藍色。僕たちのこのデニムカラーのコンセプトカラー藍色がこのテーマの、傘が夜になったらライトアップされますので、またそのライトアップした景色もね、皆さんにお届けできたらなと思います。今日はその明かりも楽しみに、ちょっと街を散策してみたいと思います。じゃあ皆さん行ってみましょう。このね、カレーライス僕好きなんですよ。このね、卵も超半熟でスンとこうね、とろけるんです。スンってやつ。そうそう、このご飯もね、美味しいんですよね。食べてみたいと思います。上品な味です。で、後からちょっとお見せしますけど、このカレー
あるじゃない、スッって感じがあるじゃない、リュックスというかさ、デニムローズじゃないけど、なんかカレー界のローズみたいな、ちょっとうまくいいですね、カレー界の上品な、お上品どころをこうグッとした、そんな感じです。見てこれ、めちゃくちゃ美味しそうな、来ちゃってますよ、種類があるんだけど、ちょっとね、今日はね、その画角的にっていうか、絵的にもバナナを見てもらって、見てもらって、これ芸術でしょ、もはや。そしてこのバナナのトーストと、付き添いの方はホットチョコレートさんでございます。お付き添いのでございます。海外からもさ、すごく人が増えてますよね。はい、増えてます。だから、もうちょっとして暖かく気温が徐々に上がってくると、この美観地区も。今の時期はさっき言ったけど、春酔いあかりっていうイベントがしてて、夕方から夜にかけてカスもライトで、今日はあのカフェゲワさんに行ってカレーライスを食べてきました。いやー、もうなかなかね、カレーライスってどうしてもこう定番的なあのメニューかもしれないけど、あそこまでこう上質なというか、あの洗練された感じになると、なんかもはやカレーライスっていう、なんかちょっと違う単語でくくってもいいんじゃないかなっていうね、なんか名詞が変わって、なんかカレーライスじゃないんじゃないかぐらい、なんか美味しい、なんかまあシンプルに美味しいカレーライス、大人の上質なカレーライス、ありがとうございました。じゃあまた来週。すごいね、写真映えもそうですね。そう、雰囲気がね、単調じゃないところっていうのがやっぱり雰囲気を作ってでも綺麗ですよね。なんかこういうところで写真をいろいろ撮ってもいいし、なんかそれこそインディゴのテーマで統一されてるので、僕たちもあのお店の中が、ね、インディゴで溢れてるので、こうスタイルの写真とかを撮るんですよ。そうです、コーディネートこんな感じまさにこういうところで撮ってもぴったりですねなんかうちの相原とかともすごい相性が良さそうですね。皆さん、あのデニムローズデニムローズね、最近すごく皆さんから喜んでいただいて、でこのデニムローズともすごく合う、最近赤色もね出てたりね、バリエーション豊かになってますから、8、2、3、
めちゃくちゃ幻想的な幻想タイムっていうのが毎日6時から5時半から5時半から9時までです。9時まで、はい、があの幻想タイムです。そうなので皆さん先週の土曜日から始まって約3週間かな、3週間と、ちょっと春宵あかりとしてここでイベントやってますので、皆さん倉敷空をこう一周してもらって、バラトンさんでお茶かお食事をしてもらって、そしてここにたどり着いて、ちょっとね明かりで癒されて、また明日も頑張ろうみたいなっていう空間のご紹介でした